小月中央病院は、秋田県湯沢市山田にある、秋田県厚生農業共同組合連合会の病院。当院は、秋田県内の8つの二次医療圏の一つの、湯沢、小月医療圏に位置する。同県は、湯沢市及び、小月郡を県域とし、2010年、国勢調査人口が7513人、面積1225平方キロメートルである。 道県内には2011年度末時点で既存病床数が683床あるため許可病床数が380床である当院は道県の約半分の病床を有することになる。当院は横手盆地の南端付近の樹脂上給料を造成したユノのゴーランド内にある。病院の基本理念は心、持ち、愛。 1976年撮影の湯沢市中心部の空中写真。国道13号と国道398号が交差する表町4丁多め交差点の南東角地に2005年まで当院があった。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。昭和初期に全国的に広まった医療利用組合運動の中で 現在の湯沢市の中心部にあたる小月郡湯沢町に開設された。小月医療購買組合の設立前の1930年の小月郡25町村の国勢調査人口は9万4002人、当院が小月中央病院に解消される前年の1935年のそれは9万8408人であり、当時の同郡とほぼ同じ範囲にあたる湯沢。 小が医療圏の2021年9月1日推計人口の56,778人より多かった。1961年に国民皆保険が達成されると1964年に当院は総合病院となった。バブル崩壊後の1992年、秋田県庁の小が地方部などが湯沢小が地域を有 ユノゴと命名した。これは、当地域における地域活性化事業の名称にも使用されることになる。1995年に、病院移転新築検討委員会が設立され、1997年に、秋田県道278号を待湯沢線沿いのユーユノゴーランドを、当院の移転先とすることが厚生連理次会で確認された。ユーユノゴーランドは、 市街地から離れているため中心部の商業の地盤沈下が予想され移転計画が具体化するにつれて移転反対運動が活発化していった。2002年4月21日、ゆうゆの法事業の再検討を掲げた共産党の鈴木敏夫が自由民主党及び公明党推薦の現職を破って市長に初当選した。しかし、新市長の鈴木は公約に反して、 当院の移転事業を進め、2003年8月には移転新築工事が着工。2005年8月、湯沢市表町3丁目3-15より、現在地の湯沢市山田座優が、岡25に移転した。ありがとうございます。